はい、どうも、ジュウです。今回もエビリバリーワンツースイッチやっていきたいと思います。さあ、このゲームは今年6月30日に発売されたワンツースイッチの最新作ですね。さあ、ということで前回はマネージャーとジョイコンモードで遊んだということで、今回はスマホモードやっていきたいと思います。ラビリスマホモードはやったことがないので、新鮮な気持ちでやっていきたいと思います。スマホモードではお使いのスマートフォンがコントローラーになります。そう、これがね結構すごいんですよね。はい、まあ大人数じゃ遊ばないので大丈夫なんですが、そう、これネット環境が必要なんだよね。まあそこのところがちょっと惜しいところではありますが、画面の QR コードからここで皆さんの専用ルームにアクセスしましょう。はい、これで2人分登録できました。いや、登録というか読み取っただけなんですけどね。エントリーが完了したらゲームを始めましょう。はい、これで始める。どなたかが代表してゲームを始める前にスマホを確認、自動でスリーブしないようにしよう、画面が回転しないようにしよう、音が聞こえるようにしよう。はい、わかりました。よし、じゃあ頑張りましょうか。おー、やっぱりスマホモードにもこういうのあるんだね。はい、これしかいないですね。ちょっとね、名前が、資格があるのはちょっと文字の関係なんでよろしくください。エブバディ、まあ俺の名前はジリュウ星がついてますからね。じゃあ今回はチームマッチ20分パーティーやりたいと思います。まあスマホモードでは最初ということで難易度はノーマルにしたいと思います。はい、それでは皆さん、まあ、今からチーム分けをします。モードだったら俺も今回はお二人なので1対1で左右のチームに分かれてください。まあ簡単なモードをやりたいよね。スマホの画面から参加するチームを選んでください。じゃあ俺は L にしようかな。やっぱりこういうのやりたい方がいいよね。はい、もうこれでいいですよ。俺はスマホの画面から参加するチームを、はい、それでは皆さん、右チームは画面の右側に、あなたは L チームです。画面の左側に移動しよう。画面の左側に分かれましょう。今とりあえず椅子に座ってるんだけどね。ちなみにマネージャーは R チーム右側に移動しようって書かれていると思います。はい、ちょっとそれじゃスマホの音が整ったら、ちょっとみんなでスマホにタップしよう。すげえな。おお、こういうのなんかいいよね。はい、ということでチームマッチ、チームマッチの始まり始まり。ちょっとなんで顔がこうなのかというと、ちょっとこれが恥ずかしいから。これから皆さんにはチーム対抗ゲームに挑戦していただきます。顔写真はなくても OK なので、勝つごとに1ポイントを獲得。ぜひ皆さんもね、先に3ポイント取ったチームの勝ちですよ。まあもちろん好きなのにしても大丈夫だよ、これ。それでは早速始めましょう。できればスマホ限定のやつで遊びたい、俺は。最初のゲームは、最初のゲームは、あ、でもカラーハンターあるな。おお、カラーハンター。カラーハンターってなんだろう、ちょっとわからないけど。行ってみよう。あ、ポリスが持ってるのもスマホになってる。よし、じゃあ最初のゲームやっていきたいと思います。カラーハンター。はい、じゃあ頑張っていきましょう。よし、頑張りますよ。ようこそ我が編集部。おお、綺麗な人がいるね。今日も最新のトレンドカラーを追いかけるわよ。カラーハンターっていうのは何ですか。トレンドカラーを探して撮ろう。待って、これ撮るのかよ。撮影に同行してくれるのは誰かしら。はい、出発前にカメラのチェックをしましょう。スマホのカメラを有効にして、カメラの準備をして、カメラを有効にする。アクセス許可は大丈夫ですよ。準備ができたわね、はい、早速撮影の練習をしましょう。それがトレンドカラーよ。55マリーゴールド。周囲から同じ色を探して撮影してみて。マリーゴールドか。じゃあとりあえず撮りますね。丸の中に色を入れて撮影して。89ポイント、すげーな、これ。いい感じね。じゃあ出かけましょう。どうなんだろう、最初の撮影、ね、マネージャー83ポイントだ。はい、ショット1、ブルーアイリス。まずはこのトレンドカラーをチェックよ。これなんだ。20秒で撮影してね。
それじゃあ、はじめ。俺と同じ色を撮影しろと。じゃあちょっと撮りに行ってきます。はい、オッケー。はい、戻ってきました。どちらの写真がいいかしら。これちょっとね、写すとちょっとあれなので。おお、65ポイント相手が94ポイント。やば。多分今ここら辺がね、写真が真っ黒になってると思います。ちょっとね、個人情報が映るとあれなので。次はこの色よ。わ、次何？さっきと同じ時間でお願いね。バードチェリー。それじゃあ、なんだこの色。じゃあちょっと俺はジョイコンを取りますか。はい、ジョイコンを取りました。あって、ここら辺ってさ、なんかないのかな。はい、オッケー。はい、これで慣れてきたみたいね。とりあえずね、俺赤いジョイコン取ったよ。今回はどちらがいいかしら。さあ、結果はどうよ。おお、マネージャー54ポイント。お、そして俺が95ポイント。いい勝負だね。はい、次がラストかな。あと一息よ、頑張って。ラストショット、ラウングリーン。最後はこの色。まあ緑か。それじゃあ、はじめ。じゃあどれ取ろうかな。じゃあちょっと取りに行ってきます。はい、オッケー。はい、取りに行きました。お疲れ様。おお、ここも最後の写真を見せてちょうだい。なんかちょっとすごいなこれ。はい、うわ、52ポイント。おお、58ポイント。おお、6ポイント差だこれ。212対206。一人前ね。はい、いい仕事するじゃない。ということで俺の勝ち。素晴らしい。はい、はい、ということでまずはね、勝つことができました。初戦を終えて結果はこちら。はい、結果はまずは1ポイント。まずは左チームが一歩リード。おお、さあ次のゲームに行ってみましょう。はい、次はオーダーメモ。ここから先は負けているチームにゲームを決めてもらいますよ。オーダーメモってなんだろう。というわけで、これもちょっとやってみたいな俺。これだと思ったらスマホのボタンを押そう。はい、次はマネージャーが選ぶ番です。さあ何を選ぶ。お、これはオーダーメモちゃんと選んでくれましたね。それじゃあ行ってみよう。あれ、説明は、説明はないんですか。ちょっとそういうのがあれなんですけども、まあいいでしょう、頑張っていきましょう。よし、じゃあ頑張っていきましょうか。オーダーメモとは一体。おはようございます。今日も一日頑張りましょう。二人はお客様の注文を取ってね。なんかすごいこと言うね。注文の数を間違えないでよ。アイスの注文数をメモしよう。アイスの注文数。じゃあ、はい、今日のシフトを確認します。スマホからエントリーして、はい、今日のメニューはこれよ。ブルーベリー、バニラ、レモン。いくつ用意したらいいか、お客様の注文をメモしてね。ちょっとやってみるわよ。注文、まあ、いいですか。注文数をね、ブルーベリー、とにかくね、メモればいいということなので、ブルーベリー、あれ、これって一度書いたら消せねえのかな、これ。以上です。ほう。じゃあ、よし、じゃあ頑張ります。いくつだった？待って、どれ？答えは2つよ。注文するとかちゃんと聞かなきゃいけませんからね。じゃあメモを新しくするわよ。これって。はい。今日はこのメニューだから、今のうちにメモしておいてね。さあ、来い。もう少しで回転よ。もう少しで回転よ。もう少しで。わ、待って、なんかすごいことになりそうだ、これは。あ、お客様
いきます。いいですか？さあ、来い。ブルーベリー、レモン、バニラ、レモン、ブルーベリー、レモン、バニラ。あ、待って。バニラ、レモン、ブルーベリー、以上です。あ、これか。今のオーダーをもとに素早く答えてね。早く答えるほど高得点よ。この注文はいくつだった？3、3、4。ブルーベリーは確か1。確かこうじゃなかったか。早く答えてね。はい。さあどうよ。OK、3だ。正解。正解です。はい、61ポイント、そして40ポイント。よし、OK。じゃあ、次。まあ、これだと1対1なんで、まあ、これは完全なる個人戦ですからね。次は、バニラとレモン。何個だったか？これは正直覚えてないぞ。7個か。いや、でもどうだろう。俺もあんまりよくわからないんだが。7個！オッケー！よし。正解だ。はい。おっと、マネージャー、不正解。0ポイント。あ、これ。一番多い注文は、いつだった？何ですか？一番多い注文の数。え、どういうこと？え、つまり、こういうことだよな。早く答えてね。こうでしょ。4ってこと？4だ。オッケー。オッケー。これはいったんじゃねえか？はい。41、そして34。あなたの勝ちよ。あ、勝った。やった。明日もよろしくね。オッケー。いいですか？甘すぎる。ブルーベリー、レモン、ちなみに、バニラ、レモン、ブルーベリー、注文はこんな感じ。バニラ、バニラ、レモン、ブルーベリー、おー、以上です。合計10個頼まれたのか。はい。結果はこちら。よかったー。左チーム、あと1ポイント、はい、これであと1ポイントで勝ちます。ここでチャンスタイムです。はい、行きましたか。現在負けている右チームにチャンス到来。カードを引いてチャンスをつかもう。前回ひどかったからな。ジョイコンを確認したらボタンを押してください。今回のチャンスカードは今回こちら。1ポイントと1ポイント横取り。これだと思ったカードをジョイコンで選んでください、はい、相手チームにはカードの中身が見えています。表情から中身がわかるかもしれませんよ。なんだ、どれを選ぶんだ。右チームが選んだカードはこちら。お、右チームに1ポイント。 おめでとうございます。まあ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 。さあ、それでは次のゲームです。まだ待つか。はい、ゲームを決めるのは右チーム。これだと思ったらスマホのボタンを押してください。次のゲームは何だ。さあ、マネージャー選べ。お、来たか。常識スピードクイズ。クイズはどうだろうか。でも常識だもんね。うまくいければ勝てると思います。これ素早く答えればいいんだよね。常識スピードクイズ。はい、じゃあ頑張っていきましょう。常識スピードクイズへようこそ。これもうガチクイズやからね。参加する方はスマートフォンからエントリーしてください。まずは×と丸のボタンを押してみよう。はい、2つのボタンを押しました。これから出題される問題が正しいか例題、間違っているか。北の反対は東ではないですね、南ですね。2秒以内に答えればスコアボーナスもありますよ。2秒以内に答えればスコアボーナス。でもあんまり早く答えすぎるとね、間違える可能性もあるからな。病気を防ぐためには、病気を防ぐには、手を洗わずに食事する。いや、これはこうでしょ、確実に。×ですね。素晴らしい。はい、
わあ、でも2秒05か。はい。第2問。第2問。土曜日の次の日は。土曜日の次の日。月曜日。はい。もうこれはさすがにみんなわかるでしょ。日曜日だね。もうこれはもうみんな答えられたんじゃないでしょうか、素早く。おお、21ポイント。相手も11ポイントか。第3問。これが最後の問題です。さあ、次がラストです。この問題の得点は2倍になるので、最後まで頑張ってください。じゃあラスト取りましょうか。1時間の長さは、来い。60分。はい。まあ、こうでしょう、さすがに。オッケー、丸。はい、来た。0秒85。勝利したチームに、これみんなも分かったよね。はい。早押しには自信があるんです。それではまた次回お会いしましょう。はい。もうこれは勝ったね、確実に。さあ、ということで。さあ、最後のゲームを終えました。はい、もうこれでも結果はこちらです。続いても確実に勝ちました。ありがとうございます。いやでもなんとかうまくいけたね。今回の勝負、左チームの勝ち。いやー、ということで左チームが勝てました。いやでもスマホのゲームね、なかなか面白かったんで、いやまたやりたいですね。お疲れ様でした。はい、いやでもよかったということで、これで終わりかな。お疲れ様でした。はい。いやどうでしたか。ということで、今回はスマホモードで、まだまだ元気でしたら、ジョイコンで遊びたいパーティーを選んでくださいね。ジョイコン限定のゲームもあるし、スマホ限定のゲームもあったりするんで。もう一度これで遊びますか。で、一応これあれなんですけど、クイズパーティーとか、あとビンゴパーティー。ビンゴパーティーは特にスマホ限定なんで、皆さんのスマホね、とにかくね、やってみた方がいいです。スマホある人はぜひね。チームマッチはみんなで誘ってやってみてください。2つのチームに分かれて対戦する。よし、じゃあエブリバディワンツースイッチのメインパーティーです。このゲームはあともう1本ぐらい、プレイ時間によって遊ぶゲーム数が変わってきますの で何分ぐらい遊びたいか選んでください。また次の動画が上げれたらまた楽しみにしておいてください。20分パーティーはということで、このチャンネルではマリカーやスプラなどさまざまなゲームをアップしているので、ぜひもう一回これをやりますか、見てみてください。ということで、チャンネル登録、高評価、タッチタッチ、ツイッター、TikTok のフォローもよろしくお願いします。それでは、さよなら。